ラウオさんとモブさんのチームと、なんだっけ、ゆきりん推しの遠藤さんと紫面さんのチームをやりましょう。はい、山井さんちょっと待ってください。もうちょっとで出番です。はい、あ、じゃあそちらは始めてください。あ、めんどくさいからもう呼ぶけど、広川くんとしめさんのチームと、ラオさんとモブさんのとこのチームで進めてください。はい、もうそう、そう、もうどちらでも変わらないと思うんで。大丈夫です。まあこのゲームはね、 2P で1フレーズずれてるとかさ、フェイント強パン、フェイント強パンが大身に入るとかないはずなんで。はい、ね、あらっけサラマンダーさあ、広川くんサラマンダー推し、オリエオリエ、先に出るのはサラマンダーオリエと、で一匹が先はウニの食えないラオさん先方。さあお互い色はサラマンダー。さあペースを、おお、なんか妙な当たり方した。そう、 B ドロー、ハイカウンター。さあ画面端追い詰めて中段 DX ドローから、あ、もうなんか補正がやばい。あー、バレていた。いい感じです。さっきの大会よりいい感じに力を抜けてグダグダです。おお、なんか吸い込んだ。これは死ぬんじゃないか。さあ先方ラオさんが取っていく。罠げね、変なとこ突っ込むんだよね、あれ。ということで 2P 側またオリエ、紫面さんのオリエと、1P 側はモブさんの譲り派かな。いや今日で譲り派のなんか仕上がった感じを見れたって気がするんで。うん、やっぱね、頑張れるよこのキャラ。ダメージレースでちょっと今のところ負けてるだけであって、まあ、まあね、そこそこ減るし。あ、オーリーちゃん今回薄いからね、なんかまだ知らないかなって思うところで死んじゃう時が多いんで。今回は死んじゃうよね割と。うん、俺中段やばい。仕上がりすぎてるこの譲り派。おっ、差し込んで、ああ、まあでもそれでも4000。ああ、チェンシフト確認したの。カエサルさんはあんまり信用しちゃいけないです。あーっと、あー、ミスター。でももう一回中段通って、まず一本。
カエサルだし、でも名前タナトスだし、カエサルならこれだけだから、叩きつけだけだから。おお、あの持続当てうまいっすね。さあこれは画面端がなかなか抜けられない。様子見て、さあこれ投げて、さあ、お、ビドラベロ吹かれない。さあ勝ったのが、モブさんと、ラボさんのチーム。はい、すみません、お待たせしました、山人さん出番です。山人さんと、ゆうねこくんのチームと、暴れ人さんと宇宙天ゴルフのチームはい、大丈夫ですかそのままで。はい、なんだっけ、国一沿い、バイパス沿いにあるの、国一沿いに宇宙天ゴルフっていうゴルフ場、看板だけむしろなぜそれを押しに来たのかわからないんだけどアマネカートと宇宙天ゴルフ、あの貧しいっすね、うん、いや、うんうんって感じ。あさあ今回ヤマニンさんも飛び入り、ツーオンツーで飛び入りの、ヨゼンさんはゆっくり派。さあとちょうど透かして隙をさらす、ああ裏から見えるわけない、投げて、さあ様子を見て、お互い動いてなかった。さあまあそう吸い込む、あのサマソン前に進むのに吸い込んじゃうんだよね、飛び越えられないんだよねあの技、なんか、うん、なんか当たってる時に明らかに真上にいても横に吸い込まれちゃうんで、あーもうそういう風にできてんのかもしれないけど、うん、さあ今度は満員を取りながら譲りハペースコンボミスる、さあ固めて、おお有利当ててー当たるの、バティストしゃがみに当たるなら結構、ああ見えるわけないっすよ、あー出ちゃった、あと、さあこれゼレを出して、お引っ掛け、3000いかない、あーっと引っかかっちゃった。さあ先方は有頂天ゴルフ、有頂天ゴルフ、なんかゴルフ場的なところ、でも国一島にあるんだったらなんかあれでしょ、バッティングセンター的なあれじゃないのなんか有頂天ゴルフ、まあ気になる方は調べてもらって僕も全然知らないけど、よし覚悟なさい、後悔してももうせ。さあここ水のあるかな、カマイン
名前が長いんだけど、雪に押しの応援同士のカーマインと、アバルニさんの譲り派。さあ、車輪に引っかかって、あと、さあ、ディゾルブがすごく圧迫感があるっていうか、やっぱカーマイン制圧力高いですね。体力使うだけあって、ああ暴れていた。あ、弱小塾か。あーっと、ベルオフして普通に拾えたと思うよ。さあ下段から2ゲージ大体だけさあ、ショート、ダッシュして抜けるが、さあここで落としてしまう。西カウンター、おいしい。あれ、さあ隙をフォローして投げて体力取って下げてあれあー、さすがにぶっ放し。追い込まれるが西当てでチューン。